たか。いや、まだ見つかっていない。必ずいるはずだ。探すぞ。己、下民の分際で我が屋敷を襲撃するとは身の程知らずだ。お父様、私も戦います。お願いします。お父様。ダメだ。お父様、何を。あちら。お父様、これは。お父様。族め、私をフレーゼと知ってのことか。何。バカな、下民にこんな魔力が。貴様、ミネス。まさか他の連中も。平民上がりが出しゃばりすぎたな。貴様のような奴が力を得るとろくなことにはならない。何、この国に忠誠を誓った私を侮辱するか。王はこのことを。全ての人々が魔法を使えるこの世界、これは魔法が全てのこの世界で生まれつき全く魔法が全く使えないにもかかわらず、クローバー王国魔法騎士団仲間たちと共に数々の強敵に立ち向かう。戦場では弱い奴から消える。そんな奴存在する価値はない。俺はそんなお前を壊すために生まれた。そうかよ。じゃあ俺を壊してみろ。そのつもり。まだ戦える。いける。力だ。任せろ。どうだ、ノエル。力の白弓、まだ戦える。いける。仕負けた。そんなバカ。まとめて引き止め。まだ戦える。そんなバカ。邪魔なものはすぐ。まだ戦える。諦めないのが俺の魔法だ。今も仕掛けたら。さあ、そこだ。今だ。力を。まだ戦える。仕掛けた。
石ころは石ころでも俺はダイヤモンドを砕く石ころだ。仲間と力を合わせマルスとの戦いに勝利したアスタ。その後も幾度となく訪れる危機を仲間に支えられながら、そしてヤミさん。まだつかないんですか。うるせえな。てめえが空間魔法を使えれば歩かないで済むんだよ。無理ですよ、ここ初めてですもん。だったら黙ってろ。せめて飛んでいけばいいのに。すんません、俺飛べないっす。私もよ。何度も言わせないで。少しは申し訳なさそうにしてよ。てめえが俺たち全員乗せて飛ぶか。ヤミさんは自分で飛べるでしょ。にゃい、この俺に飛ぶってのか。飛ばされてえのか、てめえ。いや、俺別に変なこと言ってないでしょ。それにしてもこんな場所にもダンジョンがあるのね。ここがどこか知ってるのか。フレーゼ丘陵でしょ。フレーゼ丘陵。丘陵っていうのは昔、この辺りは昔フレーゼ丘、フレーゼ卿、先見のフレーゼと呼ばれた貴族さ。戦いにおいては敵の動きを先読みし、商売においては弱小貴族だったフレーゼ家を一代でものすごく大きくしたのさ。へえ。でも確か30年くらい前に盗賊団に襲われて。無情だよね。でもおかしくないっすか。何が。未来がわかるのに盗賊。ああ、当時もそういった話はあったみたいだ。でも結局未来を正確に見通すなんて、せいぜいよく当たる占い程度。おしゃべりはそんくらいにしろ。ダンジョンっていう割にあまりマナを感じないわね。ダンジョンの中でもかなり古いもんだ。時間が経って枯れちまってるんだ。だが生きてるトラップ魔法なんかもある。ボケっとしてたらやられるぞ。闇団長はここ来たことあるんすか。昔ちょっとな。動いてるぞ。ストーンゴーレムよ、侵入者を排除してるんだわ。やった。いけいける。どうだ、間に合ったぜ。ナイスだ、押そう。やったぜ。ナスの一撃は。やるわね、アスター。まだ戦える。今よ。やった。どうだ、魔力なしの一撃は。やっぱ面白い。まだ戦える。そういや、太陽を。いけ、ザラー。やったぜ。逃がさねえよ。いける、ザラー。俺は負けない。じゃ、ちょっくら見てくるわ。うわ、また出た。けっ、ヤミさん。そいつらの相手、よろしくな。俺は邪魔にならないように隠れてるから頼んだぞ。頼りにならないわね。了解っす。Yeah!
ける。どうだ、間に合った。やったぜ。その調子よ、アスタ。サポートは私に任せて、どんどんやっちゃいなさい。やったぜ。片付いたぞ。やあ、お疲れ二人とも。後輩置いて隠れるってどういうつもりなの？俺は戦いは専門外なの。闇団長、こっち片付きましたよ。ん？聞こえてないのかな？団長、入りますよ。闇団長、大丈夫っすか？返事くらいしなさいよ。ちょっと、あれ、闇団長じゃない？あ、起きた。てめえら何者だ？落ち着け。俺たちは魔法騎士団だ。俺はアスタ、お前は？なんだよ、この辺りでまだ俺を知らねえ奴がいんのか。俺は闇、闇スケヒロだ。どういうこと？団長と同じ名前よ。俺に聞かれても。まさか何か変なトラップ魔法に。じゃああれ、闇団長なのか？記憶も一緒に若返ったのか。なあおい、そこのチビ。なんでしょう？ここにもう一人カルナって女がいたよな。え、いや。ああ、てめえふかしてんじゃねえぞ。本当です、闇さんしか。怖え、若いのに。そっか。ちょ、どこ行くん？その女を。いやいや、先に医者でしょう。アスタ、団長を。おわ！団長、俺たちと帰りましょう。何のつもりだ、やんのか？ちょ、俺はやんないよ。援護するわ、アスタ。いいぜ、力ずくも嫌いじゃねえしな。戦ってきやがれ。行くぜ。
かかってきやがれ。まだ戦えねえ。面白い。まだ戦えねえ。よっしゃ。くそ、これほどけ。ぶっ殺すぞ。つえ。二人がかりでやっとかよ。やっぱり団長なのかしら、この若さでこれだけつ…ねえ、本当に連れて帰るの？このガキがヤミさんだってのか、こら！あの状況からして、こんなクソガキが取り押さえて連れてくるだけで俺たち死にそうになったんすよ。え？そんなに強いの？ねえ、僕ともやらない？ねえ坊や、嘘つかない方がいいわよ。酒くせえな、離れろ。おい、トサカ野郎、さっきから聞いてりゃてめえ喧嘩売ってんのか。お前こそ、ヤミさんを語りやがって、ただで済むと思ってんのか？ねえ、や、ちょっと、皆さん落ち着おい、チビ、これほどけ。なんだかわかんねえな。売られた喧嘩だ。買ってやる。ジョータ！てめえが買ったらヤミさんだと認めてやる。表に出ろよ！よし、やるぞ！面白くなりそう。ああ、行っちゃった。ゴーシュは行かないの？マリーの写真を見るので忙しい。チャーミーは？おかわりだ。ふしゅか、ルールは錦模擬戦闘だ。フィールドに置かれた自分らのクリスタルキャリアを先に目的地まで持っていく、または最終的に相手より目的地に近づけた方が勝ちだ。分かったか？何でもいいぜ、トサカヤンキー。負けないぞ。しょうがないわね、味方してあげるわよ、アスト。じゃあ私はマグナの方に入るわね。なんでこんなことに。決めちまえ。ラストお願い。ラストの仕事。ラストよ。私がみんなを守るわ。止めるわ。ここは通さない。まだ戦え。行け。ここは通さない。さあ足をやっとせ。行け。今よ。ついてこれるかな。ここは通さない。だんだんだよ。ここは通さない。
めちまえ。まだ戦えねえ。ガンダムライダー、ここは行くよ。俺は諦めねえ。あの状況取り押さえ、ねえ坊さけ、おいお前ねえちょっとおいチビ、なんだじゅーっ、おまてんよー、面白くああ、ゴーシュはいくマリーのチャーミーはおかわりふしゅいいか、ルールは錦模擬戦闘だ。フィールドに置かれた自分らのクリスタルキャリアを先に目的地まで持っていく、または最終的に相手より目的地に近づけた方が勝ちだ。分かったか。何でもいいぜ、トサカヤンキー。
負けないぞ。しょうがないわね。味方してあげるわよ、マスター。じゃあ私はマグナの方に入るわね。なんでこんなことに。邪魔するぜ。ここはこうさら。うまくできたわ。ザラー、まだまだ。どうだ、魔力なしの一撃は。海竜の空気行きなさい。まだ戦えるのみんなを守る。なんだなんだ。行くぜ。まだ戦える。足を止めろ。お願いだよ。私がみんなを死なせない。行くわよ、海竜の方向。いったー、行くよ。覚悟はやりやがった。ここは両サイド。行ける。ダメだよ、そこで。こっち行く。ここは交差。足を止めるわ。ここは遠さ。足を止めるわ。俺の全魔力。逃がすな。まだ止める。まだ戦える。私がみんなを死なせない。勝負。
このがあの状況こんな取り押さえ。ねえ坊や、嘘つかない方がいいわよ。酒くせえな、離れろ。おい戸坂野郎、さっきから聞いてりゃてめえ喧嘩売ってんのか。お前ねえ、ちょっとおいチビ、なんだジュー、表に出ろ。面白く、ああ、ゴーシュはいいか。マリーナチャーミーはおかわり。クシュー、いいか、ルールは錦模擬戦闘だ。フィールドに置かれた自分らのクリスタルキャリアを先に目的地まで持っていく。または最終的に相手より目的地に近づけた方が勝ちだ。分かったか。何でもいいぜ、トサカヤンキー。負けないぞ。しょうがないわね、味方してあげるわよ、アスト。じゃあ私はマグナの方に入るわね。なんでこんなことに。まだやってやがったな。さあやった。お願い、私がみんなを死なせない。俺の勝ちだ。思い知ったか、トサカ野郎。くぅ、仕方ねえ。てめえがヤミさんだってことは信じてやるぜ。それなんだがよ、お前ら俺のことを知ってるのか。どこかで会ったことあったか。あと、ああ、それは
トラップ魔法で若返りだと。確かにあん時は意識飛んじまってたから俺には何が起きたのか分かんねえけど、お前らの言うことが本当なのかもしれねえが、若返り28歳、俺は本当にそんなジジイなのか。じゃあお前らに会う直前、カルナといたこの記憶は、まあいいか。それが、さすがヤミさんだ。こんなことでもうろたえねえ、でっけえ。あとお前ら団長とか、え、いいんすか。あ、俺は14だぞ。ほとんど年変わらねえだろ。俺より年下、呼び捨てなんてとんでもねえ。俺は今、またやろうよ。や、若い団長も可愛くていいわね。アスタの方が、って何考えてるのよ。俺のことはフィンラ、てめえはダメだ。なんで。この本にも参考になるようなことは書かれてないわね。若返りや不老不死についての文献はたくさんあるけど、どれも伝説の域を出ないものばかりね。なあ、これなんて読む？玉手ボックスよ。土産に持たされた玉手ボックスを開けると白い煙が吹き、あんたこれ子供用の昔話じゃないの。もういいって、そのうち元に戻るだろう。いいから俺たちに任せとけって。なんでそんなに頑張るんだ。だからだろ。誰か来たぞ。早く。誰だ。押し売りならぶっ飛ばすぞ。久しぶりだな、アスタ。ごきげんよう、アスタ。久しぶり。おお久しぶり。何か用かしら。おい、アスタ、なんだこいつら。金色の夜明けっていう俺たち黒の防御とは別の騎士団員だ。このメガネの先輩がクラウス。よろしくな、メガウス。適当に省略するな。クラ、こっちの女の子がミモザ。ごきげんよう。で、このいつもボサッとしてんのがユノ。アスタだっていつもダサッとしてる。ダサッとしてるってなんだよ。ライバルね。見た目じゃ勝負にな。うるさいよ。アスタ、その男。え、誰。うちの。なん。先日とある事情により。まあ、団長が若返るなんて楽しくなんかないわよ。今日は新しい任務を賜ってな、アスタ、ノエル。お前、団長がこんなありさまでまともに魔法騎士団の活動ができる。任務には我々だけで行く。ちょ、待ちやがれ。なんだ。黙って聞いてりゃメガネ、こらメガネ。てめえよりよっぽどまともに働く。面白い。ならば実戦形式といこう。一式模擬戦闘訓練。クラウス先輩、止めるな、ユノ。こいつら黒の防御に我ら金色の夜明けとの格の違い。メガネの言う通りだぜ、スカシ君。かっクラウス先輩、本気を出します。ユノさんに飛び火し、一式模擬戦闘は拠点制圧だ。今回は宝物庫の扉を拠点と設定する。相手を拠点から排除し、一定時間拠点を維持した段が勝利となる。面白い。勝負だ。おお、ユナ、やる気すぎだろ。お手柔らかにお願いしますね。なんでこんなことに。行くぜ。Thank you.
離さねえぜ。まだ戦える。弱気にはいかん。行くぜ。貫禄でしょ。戦える。まだ戦える。見たかメガネ、俺の勝ちだ。よし、みんな宝物庫に入るぞ。何無視してんだてめえ。こりゃすげえ宝の山じゃねえか。勝手に持っていくなよ。これらは全て王国の財産だからな。おいメガネ、やかましい。皆さん、これはこれ、どこかに封印を解除する仕掛けが。いちいちぶった切っちまえばいいだろ。何してんだ。危ねえとこだったな。貴様なんてことをしてくれたのだ。任務の最後にとん、うん、次は気をつける。次などあるか。帰った、帰るぞユノ、今だ。あ、待ってください。それとヤミさん、あまりクラウスさんじゃあな、アスタ。おいスカシ、ユノって言ったか。次は手加減し、お前本気出すって言ってたろ。こちらクローバー王国魔法騎士団本部、王都に賊が侵入した。太陽カルパナ付近の魔法騎士団員は速やかに対応せよ。繰り返す、こちらクローバー王国魔法騎士団本部、王都に賊が侵入した。太陽カルパナ付近の魔法騎士団員は速やかに対応せよ。お前のおかげで復讐の機会を得ることができた。復讐？お前何言ってんだ。あの日、私を殺した貴族たちへの復讐だ。私の邪魔をするな。
士の皆さん、俺たちは仲間ですよ。操られてるのよ、聞こえてないわ。こいつらには悪いが、気絶させる。死ぬよりマシだろ。めちめ。まだ戦える。どうだ、俺は負けない。やったぜ。いくぜ。どうだ、魔力なしの一撃は。めちめ。まだ行くよ。さらはい。さら、俺は諦めねえ。まだ戦える。間もなくだ。間もなく現れる百年に一度の赤い月が王都を滅ぼし、我が恨みを晴らす。ちくしょう、逃げられた。カルナ。ヤミ、あなたあいつの。ああ、あれは俺たちと最初に会った時に。そうだ、お前たちに会う直前に。どう考えても闇がカルナと一緒にいたのは団長がに…ねえ闇、カルナはその時確か闇が知ってるカルナとさっきのカルナ、見た目に年を取ってるように見えた。いや、全く変わってないように見えてな。闇と同じように若返ったとか、そんな偶然あるのかしら。やあ君たち、即撃退よくやってくれたね。魔法帝、お疲れ様っす。このさん誰？君は闇？闇かい？あの魔法帝、実はダンジョンの奥で若返り。いやでも昔を思い出すよ、その姿懐かしいね。おっさんも俺のこと知ってるのか。そうだね、もうすぐ会うことになるんじゃないかな。と、そうだ、君たちに声をかけた本当の用事を忘れていた。今回王都に賊が侵入したことでしばらく騎士団で守りを固めることにした。だが当然賊を捕らえることも考えなくちゃならない。そこで君たちに賊の追跡を任せたいんだ。闇、君はそのカルナという人物と縁があるようだしね、引き受けてくれるかな。もちろんすよ。よかった、何か分かったら報告してくれたまえ。はいっす。はい。カルナ・フレーゼ、30年前に途絶えたフレーゼ家の一人娘で、当時の年齢は18歳。記録によればすでに孤人となっている。じゃあこの間オートで暴れたあいつとは別人ってことっすか。まあ普通に考えればそうだよね。なはずはねえ、あれはどう見てもカルナだった。そもそも30年前に死んでんなら俺があいつと会うわけねえだろ。14年前に会ってるってことだもんね。それなんだけどね、カルナ・フレーゼの死亡届は14年前に出されてる。
30年前に途絶えた家の人間がなんで14年前に死んだことになってるのよ。間の16年はどうなってるの？それはわからないな。何がなんだかさっぱりわかんねえ。お墓の場所もわかってるけど、行ってみるかい？ああ、教えてくれ。左がフレーゼ夫人、真ん中がフレーゼ卿。多分この簡単な墓標がカルナのものね。夫人は40年前に亡くなってるわ。でも偶然だね。こないだ行ったダンジョンから目と鼻の先なんだから。おかげで今日はほとんど歩かずに済んだよ。なあヤミ、お前とカルナって人はどういう関係なんだ？あいつと会ったのはそんなに昔じゃない。つっても俺にとってってことだが、俺はもともとこの国の人間じゃなくてな、ある時クローバー王国に流れてきた。居場所もねえし、あちこちフラフラしながら強えやつに喧嘩ふっかけたりして腕を磨いてたのさ。そしたら俺に負けた野郎どもがなんか勝手についてきちまってな。俺は俺でもう最近全然負けることもなくて、フラフラすんのもちっと飽きたから、そのついてきた連中としばらく一緒にいたんだよ。その日も食うもの取って帰る途中でな、割といい服着た女が行き倒れてたんだ。気ぃついたか？ここは俺らの家。このホラー穴が？家の定義について話し合うつもりはねえよ。お前なんであんな場所にいた？行くところがなくて。家はなかった。そうか。おてめえら新入りだ。え？またかよ兄貴。しょうがねえな。え？そうしてカルナは俺たちと一緒にいることになった。最初は大変だったぜ。やれこんなものは食えないだの、地面で寝られないだの。まあでもしばらくしたら俺らと同じものを普通に食うようになったな。カエルとかと話がちょっとずれたな。そっからしばらくしたある日の夜、俺たちはとある貴族の屋敷に忍び込んだ。ここだな、その腐れ貴族の屋敷ってのは。ああ、悪どい商売でかなり溜め込んでるって話だぜ。ねえ、本当にやるの？悪どく稼いだ金を少し返してもらうだけさ。これは俺たち貧乏人の当然の権利。別にてめえらが払った金じゃねえだろ。ここは外れか。そっちはどうだカルナ？どうして？カルナ、どうしてこんなところにこの首飾りが？おい、どこ行くんだカルナ。あいつは急に様子がおかしくなった。そして向かった先には屋敷の主がいた。久しいな、ミネス。誰だ？この姿ではわからぬな。この魔道具はどうだ？貴様が奪ったものだ。まさか、バカな、フレーゼなのか？お前は、あの時死んだ！死んださ。そして私を殺した貴様たちに復讐に戻った。何してんだ、やめろ。誰だあれ、賊だ。忘れるなよ、我が恨みを。カルナ！カルナを追って俺はお前らと出会ったダンジョンにたどり着いた。カルナに追いついて、それからダメだ、お前たちに会う直前に何があったか思い出せねえ。
すまない、緊急事態。王国が管理している各地のダンジョンやゴーマ地帯にすでに他の君たちも、カルナの件は一旦中断して対応してほしい。以上だ。よし、俺たちも行こう。ええ、俺はこのままカルナを…ちょっと、その白夜ってのは俺には関係ない。カルナの居場所に…ない。わかった、この…何かあったら呼べ。なんでだ、俺は俺の都合を優先してんだ。仲間がそうしたい。俺も仲間のみんなにいっつも応援して…おう、アスターロエコ、はい。悪いわね、わざわざ。普通に礼くらい。ああ、お前ら新人コンビだけじゃ頼りねえしな。さあ、覚悟。はいっす。お前らが来る前に少し様子を伺ったが、こないだの王都と同じだ。ここを監視してる王国の魔導士たちがどうやら操られてやがるぜ。なら魔導士の人たちを正気に戻しましょう。答える義理などない。決めろ。サラマンダ、行け。決めろ。まだ戦える。決めろ。行ける。どうだ、魔力なしの一撃は。戦える。本当ならここで殺してやりたい。でも私にはすることがある。なんだあいつ、何したんだ。ねえ、なんか地面揺れてない？この辺りのマナが不安定になってる。
全てが憎い。サラマンダーの吐息。